どうやらその浮き出た頭と話をしているようだった白谷階談。白谷の世界へようこそおいでをいただきました怪異な世界の水先案内階談誌の白谷でございます 今宵お届けいたしますのは先週に引き続きまして犬鳴きトンネルを訪れた際の会驚きのその結末であります。 大切な先輩であり友人である弘きさんを不慮の事故で突然亡くした後、昇初心の智奈美さんはしばらく魂の抜けたようなまるで気力の湧かない日々をお過ごしでした。とは言っても時は流れるものでそのうち卒業式を終えすでに決まっておりましたお仕事への出社日が近づいてくる。 勤め先というのはうちから歩いていくには多少距離のあるところで、まあ、ご家族共有の車というのがありましてこれを使っていいよとそんな許可を頂い,いておりましたんですでに運転免許証を取得済みの千波さんはよしここから気持ちを切り替えて頑張るんだと重い体を引っ張ってなんとかお仕事に出始めた。 でこの時すでに会議は音もなくちなみさんのそばに忍び寄ってきていた「ちなみ起きなさい仕事は?は」はい朝になってお母さんの声で起こされるどうにか初日を終えましたけれども 慣れない社会生活というのが気持ちの切り替えになると思いきやなかなかそううまくもいきませんでああ眠いなよし頑張ろうと自分を励まして身支度を整えると朝日の中車に向かうバタン運転席に乗り込んでエンジンをかけようと思った時に あれ車の油のメーターがエンプティーになっているおかしいなまだちゃんと入ってたはずなんだけどわずか1日の間にガソリンがなくなってしまったろうかと。 だとすると昨日もうすでにだいぶ少なかったのかもしれないお母さん起こしてくれてありがとうどうにか給油する時間がありそうだってんでその日は出社前にガソリンスタンドに寄って、えー、それで給油してから向かった3日目の朝です正直な話朝起きるのはそれほど 億劫じゃないというタイプであったのに会社が始まってからどうも起きない「いい加減にしなさい自分で起きといてよ」という声ではっと目が覚める「大丈夫かな私」いや確かにしばらく学校もお休みということもありました好きな時に食べて好きな時に寝て好きな時に起きる そんな暮らしが染みついてしまったろうか。いけないいけない。割とやんちゃをしていたと言いつつも責任感の強い人ですから遅刻なんざいけないってんで大急ぎで支度を整えるんですがどうにもまぶたが重い。ちょっと息切れがしてみたり鏡を見ると「やだ。え熊ができてる。 目は真っ赤に充血しておりますし目の下にはクマが。確かに早く床に着いたはずなのに疲れがちっとも取れていないおかしいなと思いながらどうにかお化粧を済まして車に向かう運転席に乗り込んだところで「えまただ」。昨日確かに 満タンにしたはずのガソリンがエンプティーになっている。そんな一日で油切れ起こしますかね起こさないですね。そうだよね。どういうことなんですかねいや、考えられるとすれば、まあタンクに穴でも開いてて、そこからガソリンが漏れちゃってるのかなっていうぐらいなんですよ。 それで、その日はガソリンスタンド寄って一応点検してもらったんですけど特に穴がじゃああと家族の誰かが私が寝てる夜中に使ってんのかなってそれにしてもよほど遠出をしなきゃそんなふうに油が切れたりしないし変だなと思ったんです。 翌日はまた一段と体がずしっと思いような気がするそしてもう一つ気になることがもう一つはいその前の日にねまたガソリンが切れてるなってでこの日 車に乗り込む前に、車のボディに泥っ羽がついてるのを見て。ああ、泥っ羽ですかあ。そうするとやっぱりどなたかが夜中乗られてたんでしょうね。ご家族共有の車でしょそれがね、家族は誰も使ってないって言うんです。ほう。うちの周りは、 だいいた住宅地ですし道は舗装されてるし泥はねがつくような感じじゃないんですじゃあ一体なんでこんなところに泥ついてるんだろうって気になっててもしかしたらまたもう少し増えてるような気もして朝起きると車のことがぽっと頭に浮かんでくる。 一体なぜ油が切れてしまうのか誰も使っていないというのに車のボディに泥がついていたのかざわざわざわざと訳はわからないけれども言いようのない不安だけが顔を洗って簡単に食事を済ましてさああとは着替えてから 車の確認だと思って自室の今日着ていこうと思っていた洋服ハンガーにかかっているそれにそっと手を伸ばしたときにえスカートの裾に泥っぱねがこびりついている。 車のボディの泥と自分のかけてあるお洋服のスカートの裾についている泥とそんなまさか自分なわけがないでもとまさかまさかの想像が一瞬パッと頭をよぎった嫌な想像だった 夜ベッドに入った自分はまもなく眠りに落ちて家人も街も寝静まった夜中そっと起き出すまるで石を持ったようにしてガレージの車に乗り込むとそこからどこかに出かけていく。 すっかり元の通り朝方戻ってまいりますと何事もなかったかのようにしてベッドに戻るそうして目が開く無遊病じゃなかろうかその日も確認をしてみるとやはり油が切れておりました車のボディの泥っぱねも相変わらずで 家族の誰も使っていない。外から不審者が来てということも考えづらい、そこに来て自分が、翌日のためにと用意してあった服の裾についている泥。まさかと思いつつそんなことがあるのじゃなかろうか。そこでちなみさんはドライブレコーダーを用意いたしますと、フロントガラスの ちょううどああののルーームミラーのあたたりりに取り付けたんだそうです。「何かがあればレコーダーに記録されるはずと」「翌朝も相変わらず体は重かったけれどもお休みでありますし車はどうなっているだろうとまだ部屋着のままで朝方のガレージを覗きに行く。 元の通り車はきちんとそこに収まっておりましたけれどもドライブレコーダーを確認することにした仕事が始まってからここ数日休んでも休んだ気がしないような頭が朦朧とするような感覚が日に日にひどくなっているまさかと思うけれども夜中抜け出してやしまいだろうかと。 どうか思い過ごしであってくれと、そう念じながらレコーダーの映像を確認する。それは昨夜のものだった。レコーダーは最初、外を向いてあります。映し出されたのは、ちょうど自分の家の玄関のあるあたり。しばらくしますと、 夜中というにもかかわらず玄関のドアがガチャッと開いたう <laughs> 出てきたのが自分だったきちんと着替えてそのまま車に近づいてくるとガチャガチャパタンと乗り込んだおもむろにエンジンをかける すると車が動き出して、ガレージを出た。えじゃあやっぱり、夜中にご自身で運転してたんですかそうなんです。ものすごいショッキングで。それでもね、記憶はないんですけど、きちんと運転してるんです。うちの前を出て、 しばらく知った道を走ってるんです一体自分はどこに向かうんだ固唾を飲んで見守っておりますどこに向かってたんですか犬鳴きトンネルに。 はったった一人で犬鳴きトンネルに向かってるんです途中までは町並みなんですけどどんどん暗くなってそのうち車が揺れ始めてどうやら夜な夜な しなみさんは夜中そっと起き出して車に乗り込むと犬鳴きトンネルに向かっていた見てはいけないような気がしつつ釘付けになったままその先どうなるだろうと見守っておりますとやがてガタ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 と車が激しく揺れチャリ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  真っ暗な中で車が止まると運転席の自分はヘッドライトをハイビームに切り替えた照らされた先30メートルほどのところにありますのがあの旧犬鳴きトンネルのコンクリートブロックで塞がれた入り口のあたりだった周りには誰もおりません しばらくその入り口を照らしていると思うとやがて運転席の自分はバタンと車を降りてあの日あずさちゃんが降りちゃいけないと言ったそこを平気前と歩いて進んでいく自分の姿がヘッドライトに浮かび上がるだんだん小さくなった自分の影は トンネルの入り口、大きく積まれたコンクリートブロックの一番真下のあたりまでやってきたするとそこに立った自分がようよう上を見上げる筆境を見ているこちらも自然にスーッと目線が上がりますと「えっ 数段積まれたコンクリートブロックの一番上の辺り半円型のトンネルのちょうどあの天井付近の辺りですな少し覗けた暗がりトンネルの向こうからポンポンポンと人の顔が3つ浮き出た <laughs>。 暗いいせもあったけれど体はよく見て取れないですから生首が3つポンと浮いているような塩梅でそれにしても相当の高さのあるところなぜあの暗がりに顔が3つ浮くだろうと思うと真下におります自分が「うんうん」と何かしきりにうなずいているどうやらその浮き出た頭と話をしているようだ しばらくすると、浮き出た三つの顔はふっと暗がりに消え、それを合図に自分が車に戻ってきた。ちゃっ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 バタン。再び乗り込みますと、車を発進させようとするのか、ギアチェンジにかかる。片一方の手はハンドルを握りしめております。 もう一方はギアの操作にとこの時ドライブレコーダーの画角が変わる画角が変わる最初揺れたんですガタってどうしたろうと思ったらガチャガチャっと音が聞こえて。 それまで外を向いてたドライブレコーダーが、車内の映像に切り替わったんですけど、この時、私ハンドル握ってるし、もう一歩はギアチェンで両手下がってるのに、レコーダーのカメラが車内を向いて、はっガチャガチャっと切り替わった。 思わずちなみさんは「はっ!」と悲鳴が上がった切り替わったドライブレコーダーはちょうど助手席のあたりを映し出している。 決していないはずのものが小さくうずくまるようにしてじっとカメラを覗き込んでいた亡くなったひろゆきさんだったと車が動き出すジャリジャリジャリ と動き出して車がぐーっと角度を変えようとした時助手席側の窓の向こうにうわっと浮かんだのが無数の正気のない人の顔だったちなみさんはそれ以上映像を見ることができなかった。 どうやら毎晩自分は犬なき峠に行っていた車のボディに泥はねがつくわけだご自身の家からはそこそこの距離にあると言いますし夜中中どこかをうろ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 走ったんでしょうあっという間にガソリンが切れてしまうというだけ記憶にないけれど 数日間寝ていないという状況ですから、当然体は限界を迎えるほどに疲れている。で、このことを、ちなみさんはあずさちゃんに相談した。あずさちゃんは霊感が強い人です。それに、ひろゆきくんのことでちょっと気になることを言っていたし、ねえ。 私大丈夫かなうんその映像残しとかないほうがいいねあずさちゃんのお知り合いのお祓いの先生を頼んで綿密にお祓いをしてもらいかのドライブレコーダーはもったいないけれども処分をされたそうです それからぱったりと妙な出来事は落ち着きまして連れてかれちゃったんですねひろゆきもつきあたしだったんですあのまま放置してたら 次はきっとフロントガラスに私の死に顔が映ったんです。ひろゆきが呼んでいたのかそれとも助手席にいてくれて外のものが中に入ってこないようギリギリのところで守ってくれてたのかそこまで私分かんないんですけど。 心霊スポットってね半分ぐらいは噂っていうかみんなが言ってるだけで本当は特別何も起こんないんじゃないかなとかちょっと肝試しができればいいかなとかそのぐらいに思ってましたけど本当に立ち入っちゃいけないところとか 本当に何かが起きちゃうところとかそれからもうちょっと犬な,なきゃいけなくなりました一度でいいから見てみたいんだたった一遍解体券があればそれで十分なんだ確かに我々は 好奇心にあふれた生き物でありますたった一回でいいからのそのたった一回がたった一つしかない命を失うその一回に結びつくとも限らないもちろん全ての場所がそうとも言えませんがちなみさんがおっしゃるように本当に危ない場所 踏み込んではいけない。そんなところがまだまだ日本各地には散在しているようでございます。わ、えー、今宵も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。えー、よろしければチャンネル登録・高評価のほどお願いを申し上げます。 えー、先週今週と2週にわたってお届けをさせていただきました、えー、心霊スポットいろいろございますけれどもね、えー、お出向きになられる際にはいろいろとお覚悟とそして、えー、注意、えー、準備をきちんとなすっていかれるのがよろしいんじゃないかなと危ないなと思いましたらそこは躊躇なく、えー 計画を中断するという方がよろしいんじゃないかななんとそんな風に思った次第でございますさて、えー、ちょっと最近天気の崩れがございますけれどもう4月が目の前でございます4月5月と白谷あちこちにお邪魔して講演会を開催させていただきます4月は名古屋に始まりまして広島は暮そして大阪 うーんで5月に入りまして今度静岡ですとかね、えー、あちこち伺います是非ですね生の白谷、えー、聞いていただけますととても嬉しく思います すで、えー、にあのご予約始まっているものもございましてこちら概要欄もそうですしあとは白谷の SNS に詳細、えー、出てございますのでぜひぜひチェックしていただきましてご予定会うぞという皆様お友達ご家族様あまたご趣味の会う皆さんお誘い合わせの上ですね、えー、大勢様のお越しを会場でお待ちしております。えー、早くあったかくなっかななななてほしいいんという風な 思いをいたしつつくれぐれもお気持ちお体ご健康にお過ごしくださいそれではまた次週元気にお目にかかりましょうまったね